高島藩主諏訪家墓所高島藩主諏訪家墓所1高島藩主諏訪家墓所は長野県諏訪市及び地野市にある江戸時代の諏訪高島藩を治めた諏訪市の歴代藩主の墓所である2017年2月9日国の史跡に指定された諏訪市は諏訪神社上社の大法理を代々務めた家柄である同志は鎌倉時代には執権法上氏の特捜機官となり 室町時代には、信濃の国人領主であった。天文十一年、武田晴信が諏訪に侵攻し、諏訪家の僧侶家当主であった諏訪頼重は、自害に追い込まれた。その結果、諏訪は、武田氏の重心の板垣信方が上代として支配するところとなる。天正十年、晴信の子、武田勝頼は、織田信長による公衆征伐で滅ぼされ、同年、 本能寺の変で、信長も自害に追い込まれる。武田氏の滅亡と本能寺の変を受け、よりの重帝で諏訪大法理の諏訪頼忠が、諏訪氏の頭領となり、諏訪の窮地を取り戻す。諏訪家は徳川方についたことから、徳川家康は、天正十一年、諏訪家に対し諏訪の給料を安堵した。天正十八年、豊臣秀吉は、小田原征伐で、後北条氏を滅ぼす。 北条氏滅亡後の関東へは、徳川家康が転放される。家康の国替えに伴い、徳川の不代であった諏訪より忠も、関東へ移されることになり、はじめ武蔵国ならなしへ、後に、上野国総社へ所領を移された。諏訪の地は変わって、姫の高吉が支配することとなった。この間、文禄三年頃により忠は、この諏訪より水に家督を譲っている。 慶長五年の関ヶ原の戦いを経て、慶長六年、寄水は上州から諏訪へ戻り、高島藩書大藩主となった。居城は、ひねの氏の築いた高島城を用いた。以後、幕末に至るまで、諏訪家は高島藩主の地位にあった。高島藩主諏訪家の墓所は、千の七野の雷学寺と諏訪市城諏訪の温泉寺にある。このうち、雷学寺には、 初代藩主頼水とその父頼忠、母、道正院の母島を祀るお玉屋があり、温泉寺には2代から8代までの歴代藩主の母島がある。両寺の墓所は2017年に一括して、国の史跡に指定された。慶長10年、諏訪頼忠が死去。この頼水は、上原にある諏訪家の菩提寺である江明寺に父を、葬った。上原は中世以来の諏訪家の本拠地であった。 その後、寛営7年、江明寺は何らかの理由により破却された。翌寛営8年、頼水は上原に新たに、相当胸より竹寺を創建、父よりただと母、道正院の墓所を同時に改装した。後に、頼水自身も、内学寺に葬られるが、諏訪家の本拠が上諏訪の高島城に移ったことから、二代以降の藩主の墓所は上諏訪の温泉寺に築かれることと、 なった。来学寺本堂北浦の社面を整地して、数段の平地を造成し、初代藩主より水とその父母をはじめ、高島藩二の丸か、大法里、家臣団などの墓所が作られている。本堂左の石段を登るとより水とその父母を祀る、お玉屋がある。来学寺は、安政6年に火災で消失。明治十四年にも火災で本堂を失っているが、この時に、 おたまが焼けたという記録はない。おたまの創建については未承だが、現存する。おたまは、安政六年の混流と見られる。なお、おたまの屋根は2010年に修理されている。おたまは、木造平屋建てで、屋根は、入りもや作り、瓦吹き、一軒育る木とする。平面規模は、桁行八8.2メートル、張り間3.6メートル。壁は、縦はめ板で。 全面弁柄塗りとし、床は土間である。桁雪を三軒に分け、向かって、左の間に、より水、中央の間によりただ、右の間によりただの室道マサインの墓頭を安置する。三軒とも両開きの殻とを設け、軒き下には、悲装者の陰号を記した変額を掲げる。お玉屋の向かって、左の間には、安山岩製のより水の石病があり。 その中に石碑が立つ。石碑は、総高3メートルほどで、木段、本体、宝形作り屋根、路盤、宝手からなる。木段は、前後二材の石材からなる。前後左右の側面は、角面とも左、中、右の三軒に割り付け、正面中央間に審問、その他の間には、破水気分を表す。本体部は一石をくり抜いたもので、内方投げしで上下に分ける。 正面には、両開きの三カラトを設ける。三、カラトの各扉には、左右二列、上下二段の窓を開け、内部に安置される石碑が見えるようになっている。内方投石場上は左、中、右の三軒に割り付け、中央間には、壁落殿の文字を天書で記し、右と左はそれぞれ日輪、月輪を表す。屋根部は、一石星、法業作りで二軒。 シュゲタルキのタルキ形を表す。石病の内部に安置する石碑は高さ80センチ、幅37センチ、厚さ8センチの遺体紙で、五輪塔型を要刻し、下から上へ、地水、火、風、空の文字を記す。五輪塔系の両脇には、縦書の名文があり、官営18年、出雲守忠ただが摂取となって混流した旨が、記されている。 伊豆も守るただちは二代藩主、ただつねのことと思われるが、同人の名乗りは資料に見える限りでは、ただつね、または、ただしきよしであり、ただちかと名乗ったものはこの名分以外に知られていない。石病がある室の右壁には、木製の母子がある。これは三代藩主ただ春が遠方七年に奉納した、ものである。よりただの墓所には、向かって、左に、宝教院と、右に、 五輪島が立つ。道正院の墓所も同様に、法京院塔と五輪島が立つが、よりただ墓所とは逆に、向かって、左に五輪島、右に法京院塔を配置する。いずれの塔も安山岩製で、法京院塔の高さは、よりただ分が112センチ、道正院分が110センチ、五輪島の高さは、よりただ分が68センチ。 道正院分が81センチである。お玉山へには、より水の子らが奉納した石灯籠を6基が立つ。温泉寺は、高島城の北東1.3キロに位置する。二代藩主、大久氏が、慶安二年に建立したもので、藩主家の母大寺となった。裏山の墓地に二代から八代までの藩主とその祭子の、母頭がある。寺は、天文二年と明治三年に火災に遭い、 古い建物は残っていない。墓所は上段、中段、下段の三段の平地を造成し、上段に歴代藩主の墓塔がある。藩主の墓塔は一辺三メートル長の石像方形基段を三段重ねた上に、船形の墓標が立つ形式である。墓標の高さは2.61から2.79メートル。この墓標は無宝塔を反設したような独特の形状のものである。 歴代の墓頭は横一列に並び、向かって右から左へ八代忠広、六代中和、三代忠春、四代中虎、二代忠恒、五代中林、七代中宿の墓頭である。各墓頭前には石譜の山道があるが、このうち八代墓所の山道は上段部分と中段部分で使用石材を変えていることが確認されている。 山道両脇には墓所に奉建された石道路が計116基ある。二台墓塔は元は木造の玉屋内に建っていた。建物内にあったため、二台墓塔は黒字部分に施された金霊が残っている。玉屋はたびたび修理を受けていたが、漢文13年に建てられた宝業屋根の建物であった。この玉屋は倒壊の危険があったため、2007年に解体。 その後は仮の玉屋が建てられている。ありがとうございます。